こんにちは。伊藤ソフトデザインの伊藤です。これから ioTouch の説明をします。ioTouch は PLC という制御装置につながっているデバイスのモニターや操作を行う iPhone ソフトウェアです。PLC にはスイッチやセンサーなどの入力デバイス、モーターやシリンダーなどの出力デバイスがつながります。工場にある機械の制御に用いられることが多く、自動車部品、電子部品、食品などを作るための制御を行っています。この PLC は、キーエンスの KB5000 です。ご覧のように、LAN に接続することができます。こちらの iPhone とは無線 LAN で接続します。それでは、ioTouch を起動してみます。今、0から15という表示があります。ここをタッチします。すると、0番から15番までをモニターする画面になります。ここでスイッチを押してみます。7番のランプがついたのがわかるでしょうか。このように入力の状態が ioTouch の方でモニターできます。今度は出力を見てみます。500から507という表示があります。出力の方では、オフボタンとオンボタンが追加されています。このボタンを使って、状態を変えることができます。今500をオンにしようとしましたが、実は、この500番は今制御されているので変化することができません。で、どのような制御になっているかと言いますと、1000番を押すと500がオンになるというふうになっています。そこで1000番を追加します。1000番をオンにしてみます。まあ、1000番のランプがついたのが分かったでしょうか。で、500番に戻ってみます。すると、500番がオンになっているのがわかると思います。実際、IO チェックをする場合には、プログラムが走っている状態だとチェックできませんので、一旦 PLC を止めてチェックするということをよく行います。ioTouch からも CPU の運転停止というのができます。今、運転状態なので、運転にチェックが入っています。停止を押してみます。すると、停止するか確認のメッセージが出ますので、オンを押します。すると、こちらが今、赤色に変わったのが分かったでしょうか。ioTouch から、その PLC を停止させた状態です。この状態で、500番を押してみると、変わったのがわかるかと思います。の iPhone には、配線など一切つながっていないので、この iPhone を持ち歩いて実際にセンサーの近くへ行ってセンサーが入ったか切れたかというのを確認したり、モーターやシリンダーなどを出力の方のこのボタンを使って、オンオフさせるということができます。ioTouch はこのように IO チェックの時に非常に便利に使えると思っております。また先ほど少しやりましたが、入出力の他に補助コイルをこのように追加することができますので、デバッグ時にある機能をデバッグのために切り替えたい、あるいは技術的な信号を与えたいというときに補助コイルをオンオフさせることで、そのような切り替えをすることができます。デバッグのときにも ioTouch が便利に使われると思っています。もし ioTouch に
興味を持たれましたら、ぜひ使っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。